行くだけで元気になるかもしれない謎のスポットを潜入取材、元気スポット潜入ロケ。続いては新コーナーです。ザコシキャプテンと親交の深いあの方が最近元気がないということで元気スポットに行っていただきました。うん、誰や、誰が親交深いですか。あのね、マイク・タイソンとか深かったんですか。マイク・タイソン、うん、出てくるのかな。早速ご覧いただきましょう。 VTR 元気ジャパン。はい、どうも、こんばんは。こんな格好ですけどね、私コウメ太夫なんですね。ペイントしてないやつ ね、まあ、なんかね、元気が出る、スポット潜入ロケということで、なんか今回は、絶対にね、なんか盛り上がるっていうね、なんか夢のようなバーがあるっていうふうに聞いて僕やってきたんですけど、ちなみにハイスペック男性が大切した会員登録できないみたいなので、はい、事前に我々が、登録しておきました。そうなんですか。本名と医者、医者じゃないけど、はい、医者でね、はい、分かりました。じゃないと入れないんで。入れないですねダメでしょ。小梅さんには元気が出るバーで元気になってもらいたいのですが、予約されてます。あ、予約、はい、名前欲しいです。赤井たかしと言います。はい、はい、ちょっとじゃあ何袋箱、はい、あ、はい、あ、こんばんは。綺麗な方、赤いと言います。赤井さん、赤井さん、こちらのバー、ラエティスはお医者さんが経営するバーです。ハイスペックな女性と一緒に盛り上がることができる元気スポット。そして小梅さん来ましたよ。野田ちゃん、バカなつらして来てます。あ、どうもチーズ、野田ちゃんっすわ。事務所の後輩野田ちゃんがモニタリング。女性とモニタリングルームはつながっているので、どんどん指示も出していきますよ。野田ちゃん性格悪いからね確かに。あ、こんにちは、こんばんは。お、お酒ってあんま飲まないんですか。深井さんはお酒あんまり飲まないんですか。お酒は僕すごい好きです。あ、好きなんですね。僕毎日飲んでます。え、何が好きなんですか。バカなんでね、もう笑ったら喜びますんで。梅干しさん、あ、梅干しさんいいですよね。私も大好きです、ね、あ、本当ですか。それ良かったです。それ喜んでるんですよ。もう盛り上がるのは喜びますんで。飲みやすいですね。いいところで職業を聞いてみましょうか。失礼でなければ、はい、ご職業とか聞いても大丈夫です、はい、いいですね、いいですね。職業ですか、はい、職業は医者やってます。お医者さんなんですね、はい、な、何かです失礼でなければ。僕、耳鼻科ですね。耳鼻科なんでやねん。耳鼻科、いや、私はちょっと鼻弱いんでお世話になってます、ね。ペットとか飼ったりとかしてるんですか。ペットは猫飼ってます。あ、猫飼ってるんですか。猫ちゃん、赤井さんは飼ってらっしゃるんですか。いや、昔飼ってました。アメショー、アメリカンショートヘア。めっちゃ可愛いやつじゃないですか。これはオチのない話をしてそうだな、こいつは。1週間ぐらいか、2週間かしたら、なんかまあ連絡みたいな。長いな話が、猫の話が。その後もオチのない猫の話が続いたので割愛します。猫で10分。 お話上手ですね、はい、お話も上手で楽しいです。口上手言われたことないんだけどな。まあまあまあ、そうです。え、そうです、ね、ないですね。喜んでほぼほぼ、喜んでほぼ、お話は僕はできない。しかし褒められて上機嫌と思いきや、どこか落ち着かない赤井さん。女性がトイレに行ったところで、何やらスマホをいじってますね。え、 LINE が来ました。すいません、コウメがチェンジしましたね、生意気にも。それちょっと違ったのか、若すぎたか。じゃあちょっとチェンジということで、じゃあちょっと違う女性になりますんで、はい、すいません、お話中失礼します、はい、女の子の方答えの時間、はい、A みたいな顔しましょう。最後 A みたいな顔見せましょう、はい、すいませんあ、すまず、あ、なんかすいません。あ、いや、いや、こちらこそすいません。ありがとうございました。お邪魔しました。
なんかやだな、方面チェンジされるの。女の子こちらよろしいですか。あ、はい、お願いします。あゆみちゃんです。あ、すいません、はじめまして。ロングヘア。あの、こうめちゃん、ちょっとね、下ネタ好きな女性の方がね、ちょっといけると思うんで、ちょっと作戦はそっちでいきましょう。なんだろう、ああそうだ、あの好きな食べ物は何ですか。好きな食べ物、はい、じゃあ食べ物で言うとバナナです。行きましょう。バナナです。食べ物で言ったらバナナです。バナナが好きですか。いいよいいよいいよ。バナナ中学生が出しました。乾杯しました。乾杯。おっぱいで、せーの、おっぱい。おっぱい。笑って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 。安いでしょ、こんなの。はい、ね、何の朝食会が済んだこれ。ちょっと待って。どうしました？いや、大丈夫ですよ。大丈夫。どうしたんですか？もしかして興奮しちゃってんですか？興奮してます。興奮してます。いや、驚きとは驚きの方が大きいかもしれない、はい、ちょっと近づいてみましょうか。ちょっと横に近づいていいですか。近づくんですか。そうですか。近え、マジですか。え、急に来るの。え、そんなのあんの。マジすごい。ほっぺツンツン、ほっぺツンツンしましょう。ほっぺツンツン。おびっくりするわ。急にそんな展開あるんだ。もうこれ元気きましたね。なんかリアクションとかすごく面白いですね。面白いリアクションですね。いや、これ言われたことねえな。面白いって言われたことないんだけど。面白い人大好き、はい、芸人さんとかすごく好きですよ。いただきましょう。芸人さんとかすごく好きです。芸人好きだから、マジっすか。岡井さんも見ますか。たまにほっぺツンツン行きましょう。ほっぺツンツン行きましょう。時折見ますね、はい、え好きな芸人さんは。好きな芸人さんとか、まあ、亡くなっちゃったけど志村けんさんとかが、うん、おなんだやだよ、こんな女の子。言葉が止まってしまうんですけど。あ、連絡先って書かんできます。連絡先ですか、はい、連絡先ですか。ちょっとどうしようかな。なんでどうしようかな。名前が入ってるはずだぞ。赤井さんの身元がバレるぞ、これ。さあ、どうすんだ、どうすんだ。行きました。アイコンどうなってます。LINE のアイコン。え、コメダイス。あ、いや、あの、僕このコメダイス好きなんで。え好きなんですか。芸人が、はいはい、好きなんで、好きなんで、はい、さっき石村健さんって言ってました。あ、石村健さんは、うん、あ、すごい好きですね。好きです。うん、コメダイスも好きです。私、コメダイスさん好きですよ。私もコミンダイさん好きです。あ、やマジですか。え、はい、そうなんですか。すごい面白いですよね。面白かったっけな。面白かったっけな。そうですか。コウメさん好きをアピールしたところで、あれをおねだりしちゃいましょう。あれ、一言何でしたっけ。あの、一言何でしたっけ。一言何でしたっけ。あの、はい、コウメダイの、まあ、コウメは茶商ですね。あ、茶商。コウメさんの真似してもらっていいですか。真似してください。真似ですか。好きだからできますか。ここでやんの。やんのか。やんの。やんの。やらいいじゃんな。結構声ちょっと小さめにいきますね。小さめ、あの、みんないるんで。このバカバレるぞ。何やってんだこれ。うなぎを食べているかと思ったら車の排気ガスとしよう。めちゃくちゃ面白い。面白い。面白い。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。
ここで一旦赤井さんを呼んで感想を聞いてみた。いや、コウメ太夫が好きだとかって言い始めちゃったんで、でネタちょっと好きだったらできるでしょ、あの人面白いよねって自分で面白いってあんまね、正直滑ってる方が多いんで、ちょっとなんかもう複雑な気持ちになっちゃって恥ずかしかったですね、ちょっとね、自分で自分のこと褒めるのと言いながら、まんざらでもない赤井さんにこんなサプライズを提案してみた。もうせっかくだから、はい、本当の姿っていうか、あの白の部分の、はいはい、あれでもう一回来ません？ああ、来て来て、って、あれ言ってみますか。そうですね、だって米好きってさ、好きだって、大好きだって言ってて、すごい。皆さん、もうちょっとだけお付き合いください。彼女だけではなく、ここにいるお客さん全員が仕掛け人。最後にサプライズを演出する小梅さんが何をやってもノーリアクションだったらどうなるのか。元気の出るフィナーレをご覧ください。全然見てねえじゃん。下がっちゃったな。盛り下がったぞこれ。帰りましょう。帰りましょう。これは。ようこらえられんな。すごいな。小梅さん。あれ？あれ？あれ？なんでいんの？小梅さん。え、何？ドッキリですよ。あ、なんだ。モテモテドッキリ。あ、仕掛け、なんだよ。皆さん協力していただいたんですよ。あ、ドッキリだったのこれ。なんだよこれ。全然わかんなかったの。いや、ちょっと待って、だって LINE とか交換なんだっけ、ちょっとこのことか、はい、なんだよこれ、後で連絡しようかと思ってたんだけど。なんだよ、元気になっていただけました。一瞬心外れたよ本当に。あ、いや外れてましたよ。元気になっていただけました。いや元気になったよ。どうでした、小梅さん。うん、話しやすかった。いやいや、おえ、本当面白かった。え、話しやすかった。え、これは本当に仕掛けじゃない。お、あ、じゃあこういう出会いもありますんで。すげえな、すげえ出会いの場所見つけたんだな。動揺しすぎ。何回かむんだよ。ということで、ザコシキャプテン、小梅さんの潜入ロケいかがでしたでしょうか。いや、お前かわいそうになっちゃったよちょっと。いや、僕もそっちですね。かわいそうになりましたね。お前さ、小梅大夫好きって言っといてさ、もうね、持ち上げるだけ持ち上げといてさ、はい、行ったらバカ滑ってんの。あれやめてあげろよお前。これ辛いですよね、心にきますよこれ。グッと、ほんとだよお前。であれよかったね、小声でちゃんちゃくちゃちょっと、ちょっとそこからやってくれるんで。そう、小声ちゃんちゃく初めて見たから。なあ、野田ちゃんさんのね、あの指示も、野田ちゃん性格悪いもんだ。でも、あの野田チャンスは画角内で、あの収まるようにやるのむずそうでしたね。スタジオで来てもさ、カメラさん追えないんだよね、あの早いのが。早いから、ね、追えない。一瞬切れるんですよ。そう、一瞬切れちゃうんだよね。というわけでございまして、以上、元気スポット潜入ロケでした。ちゃん、ちゃん、ちゃん、ちゃん。